今回はアニメ「鬼滅の刃」の声優陣について過去出演作品などを含め解説していきたいと思います。皆さんのお気に入りのキャラや好きな声優さんがおりましたらぜひコメントしていってください。それではご覧ください。まずは主人公のかまど炭治郎役、花江夏樹さんです。花江さんは1991年生まれの31歳。声優になったきっかけは勉強嫌いで大学に行きたくないという理由から憧れていた大御所声優山寺宏一さんの所属事務所に直接メールを送って声優になったという異色の経歴の持ち主です。2014年の東京グールの金木健役などがヒットし、同年の第9回声優アワードで新人男優賞を受賞されています。しゃべくり7に出演された時は痛めつけられる役が多いんですとおっしゃっていました。メガネがトレードマークですが、実は伊達メガネだそうですよ。前逸のオーディションを受けて炭治郎役になったというのは有名なお話です。次に炭治郎の妹、かまど禰豆子役の鬼頭あかりさんです。鬼頭さんは1994年生まれの28歳で声優の養成所時代にデビューしました。数々の賞を受賞するほどの実力派の声優さんで、歌手活動までも精力的に行っています。代表作はかまど禰豆子役以外にも、カッコーの許嫁の天野エリカ役、ラブライブ近衛彼方役、月が導く異世界道中の美代役などがあります。うーしか言わない禰豆子の役はとても悩んだそうで、1話目のアフレコの前は朝まで練習し、炭治郎役の花江夏樹さんに熊がすごいよと言われるほど役に向き合う努力家さんです。眠りながら雷の呼吸を操る吾妻善逸役は下野宏さんです。下野さんは1980年生まれの42歳で東京都出身です。下野さん自身の性格はとても明るく、まるで善逸のようなキャラクターが印象的で、一時期テレビによく出演されていました。これ以上ないほどの善逸にぴったりな声優さんですね。養成所の講師にお前は芝居以前に生きるのに必死すぎると言われた過去があるそうで、昔からハイテンションだったようです。代表作には進撃の巨人のコニー・スプリンガー役や歌のプリンス様のクルス少役など幅広い役を演じていらっしゃいます。声優活動とは別に歌手としても活動していらっしゃいますが、声優活動に力を入れるためと歌手活動は休止すると告知をしていて、今後の声優の活動に期待が高まります。続いては伊之助役の松岡義嗣さんです。松岡さんは声優業界で喉を潰した声で演技ができると有名です。一方、爽やかな青年役を演じることも多く、今や大人気の声優さんです。松岡さんは伊之助のことをイノシシに育てられてきたので本当の愛情を知らないんです。その愛情を感じた時の反応が可愛い子ですとおっしゃっていました。島崎信長さんと同期で非常に仲が良く、怪しい仲なんじゃないかと噂されるほどのようです。実際お二人が共演されている作品で仲の良さからキャスティングされているものもあるそうです。ここからはその他の声優さんたちを紹介します。劇場版鬼滅の刃無限列車編で煉獄杏寿郎を国民的人気キャラクターにしたはつらつ声の日野聡さん、低音イケメンクールキャラが富岡義勇の声にぴったりだった桜井貴博さん、透き通る声で女の子に大人気の胡蝶しのぶを演じたのは早見沙織さん、ド派手に色気たっぷりの宇髄天元を演じていたのは色気あるキャラクターを数々演じてきた小西克幸さん、この他にも魅力的なキャストが鬼滅の刃のキャラクターを演じています。今回はアニメ鬼滅の刃の声優陣について解説しました。また次の動画でお会いしましょう。